暗闇に哀れみ。クエクエ、ビルダです。ルクシーの南駅方面へはこちらにご乗車ください。こちらはウィルダネス駅になります。料金はこちらでお支払いください。
か時の鐘が進め。思い出話の続きを聞かせてくれ。記者だった友人のことだ。嬉しいな。わざわざ聞きに来てくれたんですね。この前は友人に転機が訪れたというところまで話しましたね。彼の転機となったのはとある汚職事件でした。ユスナーンの町を舞台にした贈収賄疑惑。疑惑の中心は救世院で責任ある地位にいた女性です。救世院の幹部による不正か。人々の怒りは相当だったろうな。ええ、神の教えと社会を揺るがす大スキャンダルです。だから友人は毎日のように不正を追及する記事を書いて疑惑の女性を厳しく非難しました。厳しすぎるほどに。そう、友人のペンはあまりにも鋭かった。追い詰められた女性は自分から命を絶ってしまったんですよ。やりきれない結末だが、罪を認めたということか。違うんですよ。彼女が死んだ直後にとんでもない文書が見つかったんです。疑惑そのものを覆す決定的な証拠です。女性は潔白でした。無実だったんですよ。全くの濡れ衣で人を死に追いやってしまったというのか。はい、友人は大変なショックを受けました。そして事の顛末は次の機会にお話しします。友人の話はまた今度お聞かせします。時計は全て正常に動作していた。これで安心できたか。礼を言う。もしも私が仕事を果たせなかったせいで時計が止まったら、世界を終わらせたのは私ということになるかもしれない。そんな考えが心を離れなくてどうかなりそうだった。時計が正常だとしても世界の終末は訪れる。お前が思っているよりずっと早くな。きついことを言ってくれるな。残念ながら現実だ。ああ、分かっていると思う。だからこそ私は時計に、仕事にこだわっている。解放者に救われるだけでは満足できないからな。解放者を信用できないか。そうではない。やがて来たる世の終わりにこう思っていたいだけだ。私はやるべき仕事をやり遂げ、やり残したことはないとな。自分の務めを果たしたと信じて終わりを迎えるならば、思い残すことはない。おかげで私の仕事は終わった。たとえ解放者が現れなくとも、私の終焉はきっと満ち足りている。本当に人を救うのよ。
なすべきことを成し遂げた、そんな思いかもしれないな。いらっしゃい。どうもありがとう。破れるつもりはない。暗闇に哀れみ、振り返る暇はない。Thank you.
に帰る。見えざる領域に導く。死を超えてくる犬。